日本遺産は文化庁が認定した地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化、伝統を語るストーリーである。各地域の魅力あふれる有形、無形の文化財群を地域が主体となって整備活用し国内外へ発信することで地域活性化を図ることを目的とした日本の文化遺産保護制度の一つである。日本遺産、信長公のおもてなしが息づく。 戦国城下町、岐阜の横断幕がかかる岐阜市港町の迂回遊覧船乗り場当初、日本遺産は世界遺産を目指す地域や文化財を対象に世界遺産に対応するための新制度とすると発表された。その後、クールジャパン推進のためのアクションプランで文化財の保存、整備や活用、発信、観光立国実現に向けたアクションプログラムで 文化庁の平成27年度予算概算要求では我が国の多彩な文化芸術の発信と国際交流の推進の中で文化遺産保護等国際協力の推進として世界遺産普及活用推薦のための事業推進を新規事業で計上。こちらは世界遺産暫定リストに記載された文化遺産等を日本遺産という呼称で国内外に発信するにあたり その手法等について調査研究を行うとしている。一方、文部科学省は新たに文化財総合活用戦略プランの創設を掲げ、日本遺産魅力発信推進事業の予算を計上した。文化財総合活用戦略プランでは、地域に点在する有形、無形の文化財をパッケージ化し、日本遺産に認定する仕組みを創設するとあり、2015年度に15件程度の 日本遺産を認定し、2020年の東京オリンピックパラリンピックまでに100件程度にまで増やすとしていた。第1期の募集は2015年2月10日で、締め切り、世界遺産暫定リストへの過去の提案物件を中心に83件の申請であった。第1期の締め切り前に、日本遺産への関心を示しながら、文化財とストーリー性の関係を構築できずに、 応募に間に合わなかった地域も多数あった。例えば、京都府下では6件の案件があったが、申請されたのは、滋賀県と共同申請の1件を含む4件であった。このほか栃木県益子町が、益子焼を、長野県伊那市が、高藤石膏を模索していた。日本遺産の認定については、閣議決定等において2020年度までに100件程度としていたが、 104件の文化財群が認定された。文化財を地域単位でまとめ包括的に発信、活用する計画は文化庁による歴史文化基本構想の歴史文化保存活用区域があり、文化財総合活用戦略プランでも歴史文化基本構想の策定や地域の文化財の一体的な公開活用を促進するための情報発信、設備整備等の取り組みを行う。 自治体等への重点支援を行うとある。歴史文化保存活用区域は2008年から20カ所25市町村で3年間のモデル事業を展開しており、日本遺産もその中から選定される可能性はあるが、モデル事業地で世界遺産暫定リスト掲載案件でもあるのは、新潟県佐渡島だけとなる。鹿児島県奄美市もあるが、奄美大島は自然遺産候補であり、 日本遺産制定後の2016年にようやく暫定リストに掲載された。地域における歴史的風地の維持及び向上に関する法律が指定する歴史的風地維持向上地区も実績があり選定候補となり得るほか、国土交通省が地域遺産の名称で日本遺産に類似した事業の調査を実施しており、経済産業省も地方物語事業として 類似施策を指導している。また、世界遺産に登録された富岡製糸場と、絹産業遺産群を取り巻く群馬県下の絹、産業関連遺産群を網羅する群馬絹遺産のように、世界遺産を保管する事業も日本遺産には存在し、ふるさと文化財の森として、文化資材供給源を育成する試みもある。これはユネスコが推進する文化の持続可能性にも、通じる。一方、 元ユネスコ大使で文化庁長官を務めた近藤誠一は外務省主催の講演でユネスコ事業の一つである創造都市ネットワークでの文化、芸術による地域おこしを提言している。近藤は別の講演で世界遺産推薦を取り下げた鎌倉に対しても創造都市を紹介している。文化遺産と創造産業の融合はユネスコ出身。 遺産と創造性でも推奨している。なお、日本遺産の事例として、文化庁は、防御拠点や、当地の象徴としての機能を持った、近世日本の城郭建築軍や、日本各地に作られた、大規模な大名庭園を挙げており、これを、ネットワーク型と呼びが指定されている。対して、屋台祭礼の場として守られてきた、数百年前の街並みや、 過酷な自然環境と共存するための建築物等の生活環境と祭礼等の文化環境を挙げこれを地域型都市2つのタイプを想定している。さらに国会議員による文化芸術振興議員連盟と芸術関係団体で構成する文化芸術推進フォーラムが開催したシンポジウム五輪の都市には文化省で 文部科学大臣の下村博文は、函館にこれこそ、日本遺産という言い入れがある。ロシア正教の教会があり、その隣に、フランスのカトリック教会が立つ。斜め向こうには、英国国教会の教会。150年前からある建物だから、函館では当たり前だが、世界の方から見たら、奇跡だ。道路を隔てて、一つの場所に異なる宗教が共存しているのは、 世界の視点からするとありえない話。日本人にとっては当たり前で不思議に思わないが、そういう文化がある。一つ一つの境界も魅力があるが、面的にしたらどうなるか。日本遺産というコンセプト、ストーリーを作ると例えを提示し、ストーリージェニックさを求めている。文化庁は自治体から候補を募集する旨を発表した。これは文化財保護法に基づく、 国の指定制度というよりは、所有者が申請する登録有形文化財に近い。選定も、文化審議会ではなく、有識者会議に委ねる。このことから指定ではなく、認定という扱いになる。認定登録されると、多言語ホームページやパンフレットの作成、ボランティア解説員の育成、国内外での PR 活動に助成が得られる。文化庁は、 国土交通省や観光庁をはじめ関係省庁と連携、協力し、省庁横断的に支援することを表明している。また、申請、運用は自治体のみならず民間参入も可能である含みを持たせている。これは、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律や、 地域の自主性及び自律性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律を応用することで可能になる。認定後の地域の取り組みに温度差があることから取り組みを評価し改善を図るため2017年に日本遺産フォローアップ委員会が設置された。2月13日は日本遺産とも読めるため日本遺産の日とされている。 2017年10月11日、日本遺産フォローアップ委員会が設置された。その目的は、認定された日本遺産が、各地域での取り組み状況に差が出てきており、どのような状況になっているのかを検証し、改善を図る必要があるためと文化庁は、説明している。日本遺産認定により知名度が向上し、実際に観光客が増えた地域もあるが、伸び悩み取り残される。 認定値も出てきている。また、認定値の中には観光化をより推進するために、遺産認定が意味する本質とは異なる取り組みを行う傾向も一部に見られることから、認定のあり方を含め、場合によっては認定解除という、厳しい対応も視野に入れた検討を行うべきとの意見もある。近代化産業遺産の認定事業は、経済産業省が2007年から2009年に、 66件の近代化産業遺産群を認定している。産業の近代化を遺産群と組み合わせてストーリーを作り、そのストーリーを審査し認定していること、地域の活性化を目的にしていることなど、認定事業の類似性が指摘されている。文化庁が目安としている2020年が過ぎても事業が継続すること、また補助が終わった案件も、 継続的なフォローが実施されることなど。2020年12月、日本遺産のフォローアップを受けながら6年間で成果を上げられなかった地域、次の3年間の地域活性化計画の認可を受けられなかった地域について、時間的猶予を与えた上で認定解除する制度を作る旨が通知された。また、新たに認定候補地域の募集が千二十一年三月から始まり、 候補地域への認定とフォローアップを経て、解除地域との入れ替えを行い、認定団体数は100件程度を維持すると指針が示された。この節の参考文献、ありがとうございます。